ーパードッカンロード今から始めるドッカンバトル皆さんこんにちは、株式会社バンダイナムコエンターテイメントの、Android、iOS 用ゲームアプリドラゴンボール Z ドッカンバトルの、メインプロデューサーを務めておりますナスピーです。よろしくお願いします。この動画ではですね、ドラゴンボール Z ドッカンバトルを、今から始められる方にもですね、分かりやすく遊び方をご紹介しながら、ドッカンバトルの公式アンバサダーという、略してドッカンバサダーですね、はい、を目指していただく、2人の成長の様子をですね、お届けしてまいりたいなと思っております。1からドッカンバトルに触れていただきたいので、ドッカンバトルをですね、現在プレイしていない方ですね、始められるユーザーの皆様でも始められる方いらっしゃるかなと思うんですけど、その方々と同じ気持ちでやっていただくという条件の下で、厳正なオーディションの末ですね、候補生の2名を決定いたしました。それがこちらのお二人です。どうぞ。皆さんはじめまして、りょうです。本当に僕ドラゴンボールが本当に大好きで、ドラゴンボールに関わるお仕事をさせていただけるっていうので、もう本当にテンションが上がりすぎて昨日は一睡もしておりません。もうね、本当皆様にドッカンバサダーとして認めていただけるように必死で頑張るんで、よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、このかです。よろしくお願いします。私はもう昔からゲームをすることが大好きで、普段から対戦ゲームであったり、クセ、あと音楽ゲームなど様々なジャンルのゲームで遊んできています。ただ今回ドッカンバトルはまだ遊んだことがありませんので、この動画を通じて成長していって、あとは動画の中でキャラクターのかっこよさであったりゲームの魅力をたくさん伝えていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、りょうさんは、ドラゴンボールが好きということを、はい、伺っているんですが、どのぐらい好きなのかちょっと教えていただいてもいいですか。もう物心ついた時に初めて見たアニメがドラゴンボールでして、はいはいはい、もう本当に僕の人生イコールドラゴンボールと言っても過言ではないぐらい。大きく出ましたね。それだけドラゴンボールが好きということで、ね、じゃあこの、動画の中でもどん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 アピールしていっていただきたい。よろしくお願いします。はい、思います。ほのかさんですが、まあ、ドラッカンバトルやったことないと、はい、やったことないです。はい、いうことなんですが、どうですか、この今からやるっていうこの気持ちと言いますか。もともとドラゴンボールはすごい好きなので、まあ、どんなキャラクターが出てくるかもまだよく分かっていないので、まあ、好きなキャラクターを使ってゲームを進めていけたらなという気持ちで楽しみです。よろしくお願いします。ぜひぜひ、じゃ好きなキャラクターをね、はい、集めていただいて、はいはい、強化していっていただければなと思います。はい、ということで、この後ね、お二人にどん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 そのドッカンバサダーとして目指していただければなと思うんですけど、今回一人ではなくてお二人というところで、このお二人は決して競い合っていただくわけではないと、はい、言ったところなので、あくまでライバルという認識はあってもいいかもしれないんですけど、敵ということでは全然ないので、はい、そこだけ、はいはい、仲良くねやっていければなと思います。仲良くしましょう。はい、楽しくねやっていきましょう。この動画は、5話までですね。5話まで、基礎を知るための、初級編という形になっています。なので、まあ、お二人とも初めてやられるということなので、まずはその初級編からどん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 知っていっていただいて、その後に中級であったりとか上級であったりっていうところを、はい、学んでいっていただければなというふうに思っておりますので、どん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 難易度が上がっていくと、それに伴ってどんどんドッカンバサダーとして成長していくと、はい、はい、頑張ります。頑張ります。頑張りましょう。はい、頑張っていただければなと思います。はい、まだまだ道のりはね遠いですが、二人とも頑張ってくれますか？もちろんです。頑張ります。頑張りましょう。ではですね、そんなお二人にですね、特別な衣装をご用意いたしましたので。特別な衣装ですか。はい、特別な衣装です。特別な、もうお二人用に特別な衣装をご用意いたしました。いいんですか、そんな、はい、着ていただければなと思いますので。どうしよう、戦闘服とか。それはもう着てみてからのお楽しみということで。わかりました。はい、楽しみにしてます。はい、それでは着替えてきてください。はい、お二人着替えてみていかがでしょう。まあまあまあ近いですし、まあ、色もいい感じですかね。青ね、そうですね。青似合ってます、ね、青、はい、青似合ってます、ね、もう一番近いんで、まあ、はい、そうですね。コノカさんの方赤も可愛いですよね。ですよね。すごく顔色明るく見えますよね。いやもう全然似合ってます。似合ってます。まあでも僕たちまだペーペーなんで、はい、今おっしゃられた通り、はい、やっぱりお二人まだまだ、はい、そのドッカンバサダーとしてはその候補生ということで、まだ見習い期間であるといったところもあるので、はいはいはい、この動画の間はこちらの衣装で頑張っていただけたらと。大満足です。はい、ただですよ、
ただ安心していただきたいのが、ちゃんとドッカンバサダーと正式にドッカンバサダーになった暁にはちゃんとした衣装を、ね、ご用意いたしますので、ありがとうございます。はい、そちらを着れるように、はい、はい、頑張ります。はい、頑張っていただければと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではですね、まず、ドラゴンボール Z ドッカンバトルが、どんなゲームなのかということを基本情報をですね、はい、お伝えしてます。まずドラゴンボール Z ドッカンバトルは、2015年の1月30日に、Android 版、そして2015年2月19日にですね、iOS 版がリリースされましたと。はい、そして、英語版ですねが、2015年の7月の、17日に、はい、配信されて、現在では全世界で3億ダウンロードを突破していると。3億、はい、いうゲームアプリになっております。そしてですね、今年の2021年にはですね、おかげさまで6周年を、はい、迎えるタイトルということになっております。めちゃめちゃ歴史長いですね。長い間、はい、6周年は長いですよ。はい、ドッカンバトルの内容はですね、ドラゴンボールの人気キャラクターたちをですね、強化して育てていって、フレンドを含めた味方7体ですね、はい、が、ターンごとに3人ずつ入れ替わって、ターン制のバトルとして戦っていくというゲームになっております。そして、難しいステージをクリアするためには、まずはですね、強いキャラクターを育てていくと、はい、そして強いチームを作るということが大切になっております。はい、はい、ということで、ここからはもっとですね、具体的にドラゴンボール Z ドッカンバトルのスムーズなですね、遊び方をですね、教えていただける講師の方にバトンタッチしたいなと思っています。はい、はい、ということで、お待つ。はーい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、アシスタントプロデューサーのお松です。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。このお松はですね、今ドッカンバトルの担当として活躍してもらってるんですけども、弊社に入社する前からドッカンバトルのプレイヤーだったと、はい、はい、いう人物になっておりまして。ベテランじゃないですか。そうです、ドッカンバトルに関してはもう熟知していると、はい、なのでですね、お二人も何かわからないことがあればぜひぜひお松に聞いて、はい、勉強していっていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お松、あとはお任せします。はい、わかりました。スーパードッカンロード。はい、では先ほどナスピーから簡単にこのゲームについての説明ありましたが、始めたばかりの方が、まあ、まず何をすればいいのかっていうところを、そのあたりを詳しく私の方から解説できたらなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、でまたですね、今回の動画なんですけども、まあ、こちらは、今全部で、5話の構成で、ドッカンバトルの遊び方のまずは基礎をですね、お二人には学んでいただきたいなというふうに思っております。はい、視聴者の皆さんでピンポイントで解説を知りたい方は、各動画の概要欄にそれぞれの解説を動画の何分あたりに話しているのかというところを、タイムが記載されておりますので、ぜひそちらも概要欄から参考にしてご覧ください。それでは今回はドッカンバトルを進める上で最初に覚えていただきたい、まず2つ、チーム編成とランク上げについて解説したいなと思います。はい、まずチームはね、ですね、編成する場合、最大6人までのこうキャラクターを、入れることが可能になっております。なんですけど、このちょっと分かりづらいかもしれないですけど、右上にですね、実はチームコストっていうところがちょっと小さいかもしれないんですけど書いておりまして、あります、はいはい、このですね、チームコストというところを超えてしまうと、チームがきちんと、完成しないのでキャラクターを入れれないみたいなところが出てきてしまうので、こちら注意してください。はい、見たいキャラクターの部分をこう長押しすると実はキャラクターの詳細っていうところが見れるんですけども、はい、今回だと孫悟空だとコスト30っていうふうに書いてると思うんですけども、はい、ここのコストを、うまく駆使しながら先ほどのチームコストに収まるように、編成してもらうっていうところが、ここのチーム編成で大事になってくるところになります。なるほど。まあ、最初のあたりだと、まあ、やはりなかなかこうレア度の高い SSR だったりを手に入れても、まあ、みんな編成できないみたいなところになってしまうんですが、チームがもし6人未満になってしまった場合は決してバトルに行けないというわけではなくてですね、助っ人として栽培マンが栽培マンですか、はい、栽培マンが
ついてきてくれますので、はい、まあ、なので例えば3人で出撃すると3人栽培マンがついてくるっていう。3人栽培マン、はい、あんま嬉しくないじゃあどうやったらそうやって強いチームが編成できるのかと言いますと、ここで先ほどもう一個ご紹介させていただきましたランク上げという話に結びついてくるんですけど、チームコストってこの右上に出てた今だと174が最大って書いてるんですけども、こちらはプレイヤーのランク、今左上で今7ってついてるんですけども、ここのランクを上げれば上げるほどどん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 増えていくものになっております。はい、いろいろと説明しましたが、ここまでで何か質問ありますか。はい、はい、じゃあ亮さん、めちゃめちゃキャラクターが多いと思うんですけど、はい、チーム編成をする際の、はい、なんか基準とかってあったりするんですか。ああ、なるほど、まあ、最近のドッカンバトルの、チーム編成っていうところになると主に2パターン実はありまして、はいはい、例えばこの孫悟空だと、はい、SSR っていうこのレアリティの下に即って書いてると思うんですけど、はいはい、まあ、5種類ですね、実は色があってですね、はい、その同じ属性、まあ、同じ色ですねでチームを組める、属性で固めたチーム編成。なるほど、はい、っていうのがまず一パターンであります、はいはい、でもう一個がここの今これ長押しで出してちょっとこれスライドさせるといろいろこうスキルとか見れるんですけども、はい、ここですね、一番最後にカテゴリっていうのがこうキャラクターごとに実は見れるようになってるんですが、うん、ここに書いてある例えば今悟空だと純粋サイヤ人、孫悟空の系譜、亀仙流みたいなところで書いてると思うんですけど、これらの同じカテゴリでチームを組むカテゴリーチーム編成の2パターンがあります。なるほど、はい、この時ですねちょっと注意しないといけないのが、まあ、きちんとそのただただ並べるというだけではなくて、先ほどこのチーム編成のところで左上今回だと悟空のところにリーダーっていうアイコンがついてるんですけども、はい、ここに置いたキャラクターのここですね、リーダースキルっていうところがあるんですけど、ここのリーダーって置いたところに書いてあるリーダースキルが発動します。はい、なるほど、はい、例えばこのご飯だとカメハメハカテゴリの、今回だと、気力だったりを上げますし、でもう一個ですね超速属性っていうふうに書いてるんですけど、こちらが最初にお伝えした同じ色ですね、はい、なので基本的には、キャラクターリーダーを一人決めて、そこに書いてあるリーダースキルに入っている属性だったりとかカテゴリーをうまく組み合わせて残りのチームのメンバーを組むというような。奥深いですね。そうですね、意外となのでキャラクターを、まあ、やっぱりたくさん仲間にする必要があったりだとか、まあ、あと当然そのキャラクターたちを強くしないといけないので、はいはい、結構、まあ、いろいろやっぱ慣れてくるとでもいろんな組み合わせをこう考えられるので、はい、まあ、またそれはそれで楽しいものになっています。楽しみです。楽しみが増えますね、はい、そうですね、はい、スーパードッカンロードではですね、先ほどチーム編成を説明しましたので、もう一個、先ほどお話し出ましたランク上げについて、解説したいなと思います。はい、ランクを上げるにはですね主に、まあ、いろいろな方法があるんですけども、基本的には、冒険だったりとかイベントをクリアする必要があります。今ここ真ん中に出発っていうものがあると思うんですけど、ここを押すと一番でかく冒険だったりイベントというようなアイコンが出てくるかと思います。はい、これらの好きな方をタップしていただいて、行きたいところを聞きながらクリアすることによってランク経験値というものがもらえますので、でランクのレベルアップをすることでパーティーのコストが上がったりだとかいうようなメリットが。例えばここのアイコンに出ていますが、左下ですねランク150で解放みたいに書いてると思うんですけど、ランクを上げることによって解放されるモードっていうところもあるので、まあ、今後ドッカンバトルを長くこう遊んでいくっていう上で、非常にランク上げというものは重要になってきます。はい、なるほど。まあ、その他にも、冒険だったりイベントをクリアする上で、まあ、メリットというものがたくさんありまして、まあ、例えばですけど、今ノーマル、ハード、Z ハードみたいなところにあって、今ノーマルのところにはクリアっていう風に出てくると思うんですけど、初めてですね、クリアすると、流石が1個もらえるので、まあ、その流石っていうものを使うことによって後ほど紹介するガシャに、使用することもできるんですけども、他にもですねここの今上に出ている、冒険だったりに出撃するために必要なアクトというものの回復することができます。はい、それではここまでで何か質問ありますか。はい、はい、では小野さん、始めたばかりでもランクって簡単に上げられるものなんですか。そうですね、やはりそこ気になっちゃいますよね。心配です。はい、
今ですね結構ここにアイコン出てるんですけども、ランク EXP×4.0 って書いてると思うんですけど、4倍。そうです、結構この冒険というものをプレイすると、まあ、期間中にですね倍増させるキャンペーンというのがやってますので、経験値をどん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 稼いでっていうところで稼いでいけることはできるかなというふうに思います。でもう一個ですね、このイベントの方になるんですけども、まあ、こういった1日1回限定雲の上の寸芸稽古みたいな、こういうイベントがあるんですけども、このあたりもうまく活用しながら、ランクを上げていけるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今回はドッカンバトルの、基礎中の基礎、チーム編成とランク上げについて解説させていただきました。それではですね、次回は、実際にお二人に今日お話しした冒険だったりイベントをプレイしていただきながら、今度はですねバトルについて、このドッカンバトルの醍醐味であるバトルについて解説していきたいなと思います。楽しすぎてやばいですね。楽しみです。はい、それでは動画をご覧の皆さん、ぜひ次回も見てゲーム進行の参考にしてみてください。それでは最後にお二人から締めの言葉をせっかくなのでお願いいたします。はい、ドッカンバトル今日から一生懸命やっていきたいと思うんですけれども、皆さんと一緒にドッカンバトルを楽しんでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ドッカンバトルを極められるように、基礎をしっかりと学んで頑張りたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。さらにドラゴンボール Z ドッカンバトル公式ツイッターで私たちの成長の様子もツイートされていくので、皆さん概要欄にある公式アカウントのフォローをお願いします。予算次回も頑張ろうね。頑張りましょう。それではせっかくなので最後の締めの挨拶もお二人にお任せできればなというふうに思います。じゃあ考えてきたやつやっちゃいますか。いきますか。いきますか。せーの、突き進めスーパードカンロード。次回も見てね。ありがとうございました。